マツダは1月10日から12日にかけて幕張メッセで開催された東京オートサロン2020にてクロスオーバー SUV CX5 カスタマイズコンセプトモデルを出展した。展示された車両はタフな印象のスタイリングとした CX5 タフスポーツスタイルとモータースポーツをイメージした CX5 モータースポーツの2車種。タフスポーツはアンダーガーニッシュやルーフレールを装着し、よりワイルドでアクティブなカスタマイズコンプリートパッケージとなっている一方、モータースポーツはエアロなどを変更し、レーシーなスタイリングとした